明日判決を迎える今回の裁判について詳しく見ていきます初公判から裁判を取材している司法キャップ佐藤記者の解説ですはい。VTR でもあったように今回の裁判はそもそも事件だったのか木名被告は犯人だったのか事件性と犯人性で争われていきましたその上で検察側は被害者の死因や被害者の車の ハンドルから検出された混合 DNA そして目撃証言などの状況証拠から立証を尽くして死刑判死刑を休憩しました一方の弁護側は木名被告が犯人だと断定できる証拠はないとして無罪を訴えていますこれ仮に有罪だった場合量刑、刑の重さはどう判断されるでしょうかはい 死刑判決を下す際の基準として長山基準というものがあります犯行の材質そして動機対応それに加えて結果の重大性いわゆる被害者の人数が重視されます今回の事件で被害者は1人ですが検察側は今回最も残虐で極めて悪質な犯罪類型であるとして 死刑の選択が許されると主張しています堀田弁護士によりますと、犯行全体として、生命 a 軽視の姿勢が顕著であれば、被害者が1人であっても、死刑の選択はあり得ると話しています一方で、喜納被告は別の事件ですでに無期懲役の判決が確定していますよね、この事件というのはどう考慮されるんでしょうか。はい 検察側は前回の事件をを考慮しした上で死刑を休憩しているとみられます木名被告は今回の事件が発生するおよそ5か月前からこの4人の女性を相次いで襲いそのうち1人を死亡させたとして無期懲役判決が確定しています憲法では同じ罪について2度処罰してはいけないことになっているため 量刑判断は原則今回の事件の事実のみで行わなければなりませんしかし検察側は4件のこの事実を犯行に至る重要な経緯として考慮する限りは許されるとの見解を示しています堀田弁護士も構成する可能性の低さや動機を推測する上では判断材料になり量刑判断の一つの要素として関わってくるだろうと指摘しています はいまあ、有罪か無罪か、そして有罪であれば量刑ということで裁判員にとっては非常に難しい判断となりますねはい検察側は状況証拠を積み重ねて立証してきましたが推定無罪という原則がある中でどう判断されるのかそして、無期懲役判決が確定している被告の前回の事件がどこまで考慮されるのか。 裁判員にとっては非常に難しい判断が迫られています。